マーク・ケイツ・ビーは、イギリスの博物学者である。1731年から1743年の間に、北米の動植物の自然史の著書、カロライナ、フロリダ、バハマ諸島の自然史で知られる。ケイツ・ビーは、エセックス州のキャッスル・ヘディンガムに、法律家で、地主のジョン・ケイツ・ビーの息子に生まれた。博物学者のジョン・レイと知り合い自然史に興味を持ち、ロンドンで、 自然史を学んだ。父親が死んで十分な遺産を受け取っており、アメリカに住む人物と結婚した姉と共に1712年にアメリカに渡った。西インド諸島やバージニア植民地に住んだ後、1719年にイギリスに戻った。バージニア植民地で採集した標本は演芸家のトーマス・フェア・チャイルドに送ったことによって、科学者のサークルで知られるようになった。 ウィリアム・シェラードの推薦で王立協会の企画したカロライナ植民地の植物採集の計画に参加した。カロライナのチャールズタウンに移住し、アメリカ大陸北東部各地、西インド諸島で植物や鳥類を採集した。標本はロンドンのハンス・スローンに送られた。1726年にイギリスに戻った。帰国後7年かけて著者の準備を行い、 出版の資金は王立協会の会員から無理子で借りた。著書は堀尾版の着色された図版を用いた。自ら同版の作り方を学び、最初の8枚の図版は植物だけが描かれたが、それ以後は植物の背景に動物の図が加えられた。第1巻は1731年に出版され、1733年に王立協会の会員に選ばれた。 第2巻は1743年に完成した。1746年にアメリカの友人ジョン・バートラム等から送られた標本で、ホイ版が作られた。ありがとうございます。